2019年度から5年間の防衛予算の大枠となる中規模・中期防衛力整備計画について政府が過去最大の27兆円台で最終調整していることが分かりました関係者によりますと次期中規模は現行の計画からおよそ2兆円増えて過去最大の27兆円台半ばになるということです出雲型護衛艦の空母化回収費用や スステルス戦闘機 F35B の取得費用のほか陸上配備型のミサイル迎撃システムイージス・アショアなどが予算全体の総額を押し上げましたアメリカのトランプ大統領が日米の貿易収支を問題視していることからアメリカの装備品の輸入を優先したことも要因の一つとみられます政府は来週の閣議で防衛大綱と次期中規模を決定する方針です